皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、やりたいことがあるときに役立つ距離とお金のマインドブロックの外し方についてお話をしてみたいと思います。本題に入る前に、まずこちらのいでたちなんですけどね。これ今日ですね、ちょっとこう、なんかなんていうんですかね、どう言えばいいんだろう。これはパンロックとか、なんかそういうちょっと音楽系っぽいようななんか雰囲気しないですか。今日サックスの録画をする、ちょっとそういうイベントがありましてですね、私が奈良に行ってる音楽教室の、そこで、情熱大陸を吹いたんで、ちょっと情熱的な感じにしたくてですね、こういうちょっと赤い服とか着てやってみたんですけど、でちょっとこれはショートのウィッグなんで、いつもと髪型が近かったりするんですけどもね、はい、そのままちょっともう今日は撮っとこうかと思って撮ってるっていうのが本日の動画になります。余談になりました。はい、たまにはね、こういう感じの格好もいいかなっていうふうに思ってます。で、その序章なんですけどね、このやりたいことがあるときに役立つ距離とお金のマインドブロックっていうこのテーマなんですけど、何かこう始めたいとかってやりたいこと、そうですね、習い事が一番多いのかな。例えば、自分がすごく行きたいお菓子の先生が、お菓子のね、学校とかで地方に住んでいて、例えば東京に超有名な学校で、そこのディプロマ取っておきたいとか、そこの技術を学んでおきたいとかっていう、そういう方が行きたいと思った時には、その距離が当然あるわけ、例えばじゃあ東京と大阪とか、そういう距離で、この距離があれば当然時間とお金が両方かかりますよね、学校に通うお金以外に。でそうすると、躊躇するっていう部分が当然ありますよね。でこれが別に大阪と東京だけじゃなくて、海外とかっていう部分でもあるかもしれないし、距離よりも距離に関わるお金でしょうね、きっと。ブロックがかかるとすると、それをやりたいけどお金がないとかね、ないのは事実なんですけどね。なんで今日はちょっと、そのこれが全ての人に当てはまるとは思ってないんですけど、私の体験談を含めて距離とお金の考え方ですね、これをちょっとマインドブロックの外し方って言ってますけども、この話を伝えて、ほぼほぼそうだねってストーンとこう自分の中で自覚納得できた方っていうのは、大概私と同じような状況になっているので、納得できない人はできないなりきでいいです。やれって言ってるんじゃないので、ただヒントとしてお伝えしようかなと思って今日の動画を撮っております。はい、じゃあまずね、本題に入っていきますね。距離の考え方なんですけど、これっていうのはですね、距離感が人によって違うんですよ。例えば私はですね、会社員だった時に事業部長で、全国の店舗を回る事業部長だったんですね。ですから、九州福岡支店とか札幌支店とかっていうと、場合によって日帰りって割と普通で、朝一の飛行機で行って最終で帰ってくる、でも現地でそれなりのことはできますよ。もちろん宿泊絡む時には絡んで、何個か店舗回る時もあるんですけど、日帰りもよくやってました。で大阪に本社があったんで、本社会議東京から大阪にっていう風になると、やっぱ朝一とか最終とかで帰ってくるみたいなのはよくあったんで、そもそもその北海道と福岡レベル、もしかしたら九州もかもしれないけど、日帰りできるんだっていうことが、させられてたんですけどね、会社によって。だけど日帰りできるっていうふうな業務規定の中で動いていたので、日帰りはできるんだっていうのがもともと分かってます。だから日帰りできる距離っていうのが、私はそこの日本全国の端々 OK と思って、沖縄は若干辛いですけどね、3時間かかるから、往復するだけ6時間かかりますからね、ちょっと沖縄辛いなっていう感じですけど、それ以外の日本全国は日帰りで行けるなって思ってるのが私の感覚です。だけれども、そういう動きをしたことがない人っていうのは、それこそね、例えば東京で静岡ぐらいでも日帰りでぜいぜいはあはあみたいなね、タイプの方とかもいらっしゃるじゃないですか。だからこの距離感っていうのは、
自分が近いと思えば遠くなくなるし、それが一回こうハードルを超えてしまうと案外いけちゃう。この案外ができないから、なんかね、うまくいかないんじゃないかなっていうふうに思うんです。これ、なかなかね、動かない人には納得しづらいことだと思うんですよ、距離に関して言えば。で、私がね、この距離の、マインドブロックっていうか、距離が外れたのがですね、私の、知ってる方で、イギリスと日本を行ったり来たりしてる方いらっしゃるし、その方っていうのは、いろんなものを教え、スピリチュアル系の方なんですけどね、お弟子さんが日本全国にいるので、ひょい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 移動するんですよ。北海道から関西、神戸、兵庫とかあたりとかもすって移動するし、そうかと思えばまた今度九州行ったりとか石垣島に行ったりとか、気がつくとね、あっちゃこっちゃ行ってるんですよ。それも111みたいな感じでポン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 って移動するんですね、軽やかに。で、それとあと年に5回ぐらいイギリスと日本を往復してるんですよ。だから、もちろん交通費も時間もかかるんでしょうけれども、その距離感に対するハードルがかなり低くて、私その方とお話をした時に一番衝撃だったのは、日本とイギリスの距離感、彼女曰く東京と大阪ぐらいっていう感覚だって言ってます。乗ってるフライト時間は長いですよ、十何時間とか。東京と大阪は2時間10分ですからね。東京、私の場合新横か、ごめんなさい、新横なんですけど、それをほぼ一緒って言うんですね、例えるとって言って。で、逆に東京と大阪の距離感は渋谷と新宿って言うんですよ、山手線の。だから、そういうことなのかと。この人にとっては世界が基本、その活躍の場であって、それがデフォルトになってると距離感が、その距離感になるんだと思って、だから彼女の言うように動いてみようって思ったのが一番大きなきっかけです。だって渋谷と新宿だったら山手線でね、6分じゃないですか。それぐらいな大阪なイメージ。だから私大阪行くようになりました。すごく簡単に、すごく簡単にです。じゃあ交通費ついてこないじゃないかって話があるんですけれども、私が仕事で動くっていうことは、そこに仕事を作りたくってそこに動くわけで、卵、鶏か先か卵が先かの話になるのかもしれないですけれども、そこに仕事を作りたいからそこに行くわけですよね。関西の拠点を持ちたかったんです。今ではアカデミー関西ありますけどね、関西のクライアントさんも結構多いのは私が関西によく行ってるからです。これは間違いないです。関西で行くから関西でセミナーをやるから関西で講座が広がる、これ当然ですよね。だから出だし、そうですね、開講したいと思って1年ぐらいは集客きつかったですね、やっぱり。でも諦めないで通ってましたよ。で、それはきっと関西の人がこっちに来るよりも、私のその内容とかスキルっていうのは関西で習ってっていう方が敷居が低く、多分習いやすいんだろうと思ったし、コンサルタントがそこの地域に動いていくっていう方が少なかったので、じゃあ私は東京から動こうと思って、それで関西通ってたんですけれどもね、定着するまで1年ぐらいはかかりましたけれども、じゃあその間は結局お金持ち出しになる部分あるじゃないですか。ですけど、不思議なことに、口座持ってなんとか集客しようとするじゃないですか。最低交通費と宿泊代ぐらいはどうにかしたいなって思って、だから口座やるお金はチャラになっちゃってもいいんですけど、最低ゼロにしたい、経験値っていうこともあるからって思ってやってると、持ち出ししたことはないんですよね。結果持ち出ししてないんですよ。行くことを先に決めて、持ち出しがあるような状態で、借金を背負うような状態でそこに行くって決めると、それに見合った仕事がね、ちゃんと入ってくるんですよね。これは多分なんですけど、そこをどうにか取り返したいなっていうふうに思うから、そういう熱が入った多分集客をしてるのではなかろうかっていうふうに思ったりするんですけどね。なので、なんていうのかな、先、自分が覚悟をして先にお金を出すって決めた方がお金は減らない感じです。だからお金がかかるから行かないっていうんじゃなくて、もう行くと決める、でお金は後からついてくるって多分思う方が、
やりたいことがうまくいくような気がしています。で、私の言ったようにうまくいかないじゃんって文句を言われても困るんですが、多分それはそれに見合う努力が足りてない可能性がありますよね。やっぱその持ち出し分をどうにかしようっていう、やっぱ気が入るっていうか、よしっていう頑張ろうみたいなのが何も感じない、その背負ってるものがないよりは背負った方が多分頑張るだと思うんですよね。そういうアンテナがピッと立つみたいな。だからこれ一緒で、例えば学校とか、私よく学校、まあ、本とか読んだ方とかはご存知かもしれないですけども、貧しかったんですよ。学校とか普通の公立レベルでも奨学金、足長育英会っていう奨学金使って学校行ってたんで、高校以降は全部私学費自分で稼いだお金で出している人です。アルバイト代も全部学費に消えてったし、夏期講習とか参考書代とかも自分のお小遣いから出してましたので、お小遣いはほとんどなんかそういう友達と遊ぶとかそういうお金に使った記憶があんまりない学生時代でしたね。そういう意味ではまあ灰色なんでしょうかね。みんながキャピキャピ楽しくどこ行こうか何しようかとかね、そういうね、それこそ遊園地に行こうとか何しようって言った、私の中では結構贅沢な部類な感じだったんで、行きたくても行けない、お金がなくて行けなかったりとかしたんで、まあ将来こういうふうにしたいっていうね、夢があったし、そのためにはしっかりお金を稼がないと、それを実現する糧がないからっていうことで、お金を稼ぐっていうことに、高校学生時代からもうシフトしていたので、まあ遊びはできなかったです。でも大人になってからこうやって遊んでますけどね。遊ぶっていうか収入に見合った遊びはしているわけで、好きなことを好きなようにやるっていう時間の自由とお金の自由と両方手に入れてるわけなんですけれども、まあ、その基礎になるのはまあお勉強だったりとかしていて、でお勉強するために学費ローンですね、社会人になってからも、インテリアコーディネーターをやった時とかに結局そのプラスアルファの勉強をしないと現場の実地がよく分かんないところがあってですね、それもやっぱ自腹でやった時に教育訓練なんとか制度だったかなんか忘れちゃったけど、給付金的なものがちょっと安くなってもらえるみたいなのがいくらか補助してもらえるとか、なんかそういう制度を使ったりとかして、いつもいつも学費ローンをずっと払ってるタイプでしたね。なんかね、いつでも、でもそうやって自分の身を痛めてお金を出している学びっていうのはやっぱ無駄にはできない、必ずそのリターンとしてお金を生むようになるスキルを学んでいるので、払った額の4倍は稼ぐっていうふうに決めて私は大概お金を投資しています。だから100万払ったら最低400万、50万払ったら最低200万っていう感覚、その時一瞬で行くかどうかは知らないですよ。100万とかのやつは 払ってかつ、黒字になるようにするまで、そうだな、3年かかりましたけどね。そういうのもたまにはあります。だけど額がちっちゃければ割とその先に見込んでこういう講座を作ってとかこういうふうにしようとかっていうふうに決めてる場合には先行投資しても大概お金は戻ってきます。それはその真剣さを持ってちゃんとそのスキルを生かすと決めて生かしてるからですね。だからやりたいことがあるときにお金がないとか距離が遠いからって諦める人は、その例えば学びとかやりたいことに対しての熱量が低いんじゃないのかなっていうふうに思いますね。覚悟ですよね。要はそのお金を払うって、で払うと決めた人は腹をくくってちゃんとそれに見合う努力をすればお金って戻ってきますよ。戻ってくるっていうかついてくるって言えばいいのかな。だからだらーっとお金使ってだらーっと何もしないと当たり前ですけど、まあ、湯水のように流れていくっていうそういう感覚ですね。お金の大事さが分かってるんであれば、それを投資した自分がそれを回収するだけの知識を身につけるのか、本当はアウトプットまでして実践してちゃんと血肉に落とすっていうところまでやると、まあ、正しい学びの講座だった場合には必ずそれはお金になります。お金を儲けたくて行ってる講座だったらです。趣味で行く講座はね、そんなのね、湯水のように流れていきますよ。写真、これは最終的にはお金に変換できてますけれども、私もう
ね、会社員だった時に写真やってた時には好きで趣味でやってたので、もうボーナスとかがじゃんじゃがつぎ込んでましたからね。カメラ買うのも1台とか25万とか30万のカメラボコボコ買ってましたし、写真展とか半年に一遍ぐらいやってて、8回ぐらいやってる時には1回30万ぐらいは普通に出てってましたからね。っていうそういう趣味的な使い方でも、結果として写真のスキルが役に立って、教えることもできるようになって、簡単なところは教えることができるようになったり、自分のホームページとかに自分で写真使えるようになってっていう、そういう良さはありましたよ、もちろん。だからそれは無駄にはなってない、結果的には。ただ趣味としてお金をじゃんじゃかやってる時にはどんどんお金がなくなるだけです。これは回収しようと思ってないからいい、その1。その2は、まあ、私熱中するとね、いろいろとやるんですけど、今は楽器で言うとそれこそサックスです。サックスは面白いし好きでやってるし、単純に私のセミナーとパーティーでやると皆さんが喜んでくれるからっていうのが嬉しいのもあるし、やっぱ自分も上手くなりたいし、かっこいいですからね、サックスできると。なんか音楽を生業として業としてやってなくって、でもサックスかっこよく吹けるって、なんかかっこいい、いいじゃないですか。そういう感じです。プラスアルファ的なかっこよさでやりたいみたいな感じで覚えてるけど、覚え始めると結構真剣で頑張るので、まあ、やってるわけですよね。だから結構お金じゃんじゃかつぎ込んでますよ、結構。だけどそれをつぎ込むっていうことは稼がないといけないわけで、それに見合うだけの収入は稼いでます。うん。で、時間も必要です。だから時間を作るために仕事をどれだけ詰められるか、効率よくできるかを日々戦ってますよ。うん。それによってまたね、パソコンのスキルが上がったりとか、仕事を処理していくスキルが上がったりとかっていうのはしています。で、距離に関してもそうですね。もともとひょいひょい飛んでるような状態でしたけれどもね、さらにこれとこれがあってとか、やれば行く、あ、これ聞きたいなって思うコンサートがあれば、ちょっと遠くても飛んで行って聞きに行くとか、そんなこともやってますんでね。だから距離とお金の関係っていうのは、自分の思いと情熱があれば大抵乗り越えられるし、お仕事的に例えばやりたいこと、行きたい学校があって、先行投資が先ですね。基本的にはお金ができてから行こうっていう人は、まずお金を作ることはできないです。大概今まで話聞いて、地道にお金をじっくり貯めてから夢を叶えてる人いるの知ってます。知ってるけど、悪いとは言わないんですけど、時代って早いんですよね今。貯めるのに4年かかって5年かかってたら、そのスキルってもう役立たずになってる可能性があったりするぐらい、今時代の流れが早いので、だったらとっととスキルを身につけてマネタイズ、お金化しちゃう方がよっぽど効率がいいし、皆さんそこに時間軸が、遅くなると価値がどれだけなくなっていくかっていうことに無頓着な人が結構多いですね。今学んで今動くからそれが価値があるのであって、3年後とかだと価値がないケースとかも出てきちゃうので、やっぱ思い立った時がやり時かなっていうふうに思いますね。じっくり育ててじっくり貯金をやってっていうのは全然構わないんですけれども、その間の時間で本当は違うそのスキルを使って稼げてるかもしれないことをすると、実はロス、貯める速度よりもロスしてる速度の方が実は多いこともあるんだっていうのを、実は気づいてない人結構多いっていうのは最近感じるところです。なので浪費の勧めをしているわけではなく、覚悟を決めてねっていうことを言ってるわけなんですけれども、まとめると、やりたいことがあるのであれば距離とお金はどうにかなるんです。だから遠いとかいうのは言い訳だし、お金がないっていうのも言い訳です。借金してでもやったら変わりますよ、真剣に学ぶから。うん。そこが覚悟しきれないんだったら、そこまで情熱がないようなものっていうこととして、趣味化して、自分に本当にちょっとお金ができた時に行こうかなで全然構わないと思います。なんで自分の温度がどこにあるのかっていうのを理解して、投資をするのかしないのかっていうのを決めていただけるといいかなっていうふうに思います。基本的にはこれだって思うものは、私は瞬速で決めて、投資もすることを決めていますが、全て回収できてます。だから回収するってことは、するように帳尻を合わせてるっていうことなんですけどね。
そのあたりの覚悟があるといいかなっていうふうに思いますので、ご参考にしてください。それでは。